天気予報です。西日本は天気が回復へ向かうでしょう。関東は冷たい雨が続きそうです。南部では一時的に雪に変わる時間がある見込みです。気温は広い範囲で昨日より低く、東京は昼間も真冬の寒さでしょう。週間予報です。明日は名古屋から那覇で雨が降るでしょう。木曜日と金曜日は晴れるところが多いですが、週末は再び広い範囲で雨が降りそうです。天気予報でした。